どうも、しめたまごです。どうも、しめたまごです。ぽってです。ぬいりんです。すんです。というわけで皆さん、パーソナルモンスター好きですか？は？まあ、おのおの友人間の間に人も悪魔みたいな話してる。人はみんな悪魔を持ってる。どういうこと？性悪説。まあ、ポケモンね、0から151ぐらいは知ってるよな。やばいほど知らないですよ、マジで。でも、ラララ言えるからポケモン名前っていうとこまで知ってます。それは知ってってほしいな、確かに。今回は、ポケモン言えるからをしたいんですけども、まあ皆さん、それはもう余裕だと思うんで、はい。まあ、今回ね、僕は違う企画を考えてきました。おぉポケモン言えるかなんじゃもんじゃけあ、やばそう。つまり、あの、黄色いネズミといえばピカチュウだと思うんですけど、はいはい、それを、すべて僕が、名前を付け直しました。うわぁ。え、それほんまに ?150 匹分。ああ、そうだね。僕が、僕流の名前をもう付け替えました。だからこれ、花王なんや、それ。なるほど。なるほど、なるほど。花王、はい。まあ今からそれを全暗記してもろて。はいはい。それをもう連続150問正解できるまで、えぐえぐ終わりません。きついっすね。です。なるほどね。じゃあ今パッと見、あの、どういうポケモンがいるかっていうの。はい。あ、すみません。それを。じゃあ、例題いきます。はい。まあ、救命トランセルなんですけど。はい。救命トランセル。あ、いや、これいけますよ。三日月も。あー、いいね。まあ、そういう感じは。え、めっちゃ、そういう、なんか、ビジュアルから行くしかないじゃないですか、正直。はい。あ、はい。はい。ダイヤ魂。あー、残念。正解は、コンクリのように加藤成郎です。いや、ちょっと無理やん。あれー。これ無理やん。やばい。やばい。当てられん。最初の30分は担当分けて自分のやつ宣伝して、残りの15分で余力があったらやるとか、担当もするか。やばい、絵だけ見て分からん。全然無理。精神へとピーゲル、イクトッツ、先生にユータロウ、ベータ、ミゼプラチナ。先生にユータロウ、なんで先生に言うちょ、さ、由来が一個分からんないけど、マジで。精神へとピーゲル、イクトッツ。ピアノが弾けたのかな。ちょっとした日が急に。空の敵に言いがち。どういうこと？ああ、じゃあ腕が多いからか。腕が多いから、空の敵の方も腕が多いみたいな。そんなことは考えてきましたね、マジで。どうします？じゃあ、まあ一旦俺上から行くわ。あ、じゃあ僕下からですか？うん。この3段階、精神ね、ドピーゲル、イクトッツです。いや、マジで。やばすぎ。理由を教えてほしい。ここに解説書いておいてほしいです。解説がないんや。わしゃっぴ、わしょっぷ、わしだきおかず。それ、わしだきおかずの3段階変化します。3段階変化、それで。だから、わしだきおかずも、反対の装置になる前、多分わしょっぷ。ああ、そういうことっすね。そういうこと。絶対そうっすね。多分そういうことやったよ。治安悪い鳥。うわぁ。なんなんか、これ。ちょっと待って。これ、プリンなんやけど。うわぁ、やべぇ、それ。これ、めっちゃむずないこれ。これ、やってますね。これ、難問じゃない。ピッピがプリン。あ、そうか、ピーよかった。で、ピクシーが2度プリン。で、プリンが丸ポコリンで、プリンが丸ポコリン、一部漂白の姿。やばぐちゃぐちゃやん、ぐちゃぐちゃこの辺やばいっすね。ニュルニョルと、ニョルニョルニュルがおる。ニョニョルニュル。はぁ、これさ、股関節覚えられなくない、これ。やばい。あー、ダメだ。もうこれ申し訳ないよ、絶対足引っ張るもん、これ。ポケモンにも申し訳ないよ。だってこんなさ、ゲーム名しか覚えてあげられないから。そう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 。本当の名前。俺だってそれ以降これで認識する可能性あるで、マジで。あ、これで、わかる、タイエンタロウだよ、みたいな。違うやん、違うやん、怒られるで、マジで。どうだろう、うん、電眼頭。いや、あかんってこれ。あかんって、あかんって。めちゃくちゃいじめ。めちゃくちゃいじめ。あかんって。電眼頭、電眼頭いじめすぎて。電眼義務教育やったら暴動起きるで、これ。もうこれ、嫌や、これ。しんどい。ドワー叫び声。国の叫び声。いらん情報を覚えてる。なんか。いろいろだ、そこから聞いて。いや、さすがに。その名を感じることがいい。そこのね、ネーミングセンスはすごいなんかおもろくて尊敬してんやけどな。クリエイティブ性は本当に尊敬はしとるけど、けどこの使い方で尊敬はしたくなかった。ほんまにそう。いやじゃあコイル、コイルはミリテスラです。合ってんのかわからない。シェルダー、シェルダーはダッシュ人。
ゲンガー。ゲンガーは、ゲゲゲのチョリゾー。お前すごっ、お前すごっ。スターミー、スターミー。スターミーは藤君交尾中のせい。いや、お前すごっ。覚えるために人生において大事な要素を何か失っとる気がする。玉突きやから、マジで多分なー、マジでなんかなくなっとる。そう、幼少期の大事な思い出なかった。いや、いやだな、俺これで痴漢されるの嫌だな、なんか。やばすぎ、やばすぎ、絶対無理だ、いや、まあ、あ、でも、でも、奇跡起きればあるで。クイズの時間でーす。こんな嬉しくないクイズ。いやー、ちょっと緊張するな。これマジでいい勝負するんじゃん。ポケモン知ってる組と知らん組で、知ってた方が有利な勝負瞬間もあったから。もう飛び抜けてる。何も言いたくない。抜けてる、抜けてる。その瞬間から。行きましょう。確かに、もう早く行った方がいいな。このファイト一発ぐらいのあのギリギリのとこにいるか、俺の知識。まあ、ルールを再確認すると、どっちかが不正解になった瞬間に最初からです。で、じゃあ企画終わるまでに読み間違えてたチームは、ポケモンソード&シールドのポケモンを全暗記で。もう覚えたくない。暗記？はい、じゃあ問題でーす。はい。こちらのポケモンは何でしょうか？ちょっと、俺じゃない。不思議そうです。じゃあ答え、せーの、ドン。ヘイワッサ。ヘイワッサ。正解。あ、なるほどね。すごい。はいはい、いいよ。いや、これ151枚あんの。えぐ。じゃあ次の問題。てれん。これ一番覚えやすいやつじゃん。これはなんだ。うわ、待って、俺あの要素わかるけど、女子女同士がちょっと不安だけど、まあ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 、いや、まあまあ。じゃあ回答どうぞ。電眼頭。はい、残念。申し訳ない。ダメだ。これめっちゃ覚えやすいでしょ。電眼頭ってのを覚えたんですよ。おい、これお前覚えやすい。電眼頭は初級問題。これは覚えとかなかった。いや、申し訳ないですが、なんかもう電眼さん、電眼の髪。じゃあ次、これ。あー、そちら覚えてる、覚えてる。なんですか？ハイサイマイド。ハイサイマイド。正解。せーの、ドン。イクトッツ。あー、イクトッツかー。はい、ウソ君はトック、トックタック。オッケー、正解。やばー、最初からでーす。おい、やばい、最初からでやばいな。もう一回確認しとこうかな、いろいろ。え、ちょっと見ていいですか？もう一回。あ、じゃあもう5分間あげましょう。だいたいあの由来とか一応あるから。ボルトッツって何が？ボルトッツォは最近流行りのやっぱマリトッツォと、あとまあボルト。ああ、なるほど。だから電気やまあそれぐらいです。それぐらいです。大したロジックないんですよ。そっか、モンゴル TV にアキトなんていた。同じ話してる。ニョロボンやから、ニョロボンからのボンボン TV。 なるほどね。いや、改め直して、いや、もう早くいきます。くだらない企画、はよ、はい、早終わらせたい。ちょっと進化ごとに出します。なるほど。ミニ竜、白竜、カイ竜。あ、これ進化系なんだ。回答どうぞ。セイシーネ、ドピーゲル、イクトッツ。正解。はい、回答どうぞ。カメモン、亀田、コウキ、ポキポキ、マングローブ。同じ。正解。オーケー。はい、次キャタピーだけです。まあ相談はあり、確かこうだったと思います。俺もそうなんや。最後がこうだったことは覚えてる。いやー、無理だ、俺それ見てた。でもこれ思ったけど、俺ノエリーにさヒント出していいんやんな、これ。これ思ったけど。じゃあ回答、せーの、ドン。キャタプリー。あー、それだ。キャタプリーだ。キャタプリーだ。電車やって。なんかそれも強さも、ジョジョ、ジョジョで、あれ、今日それはそれで、キャタピラーだー。ジョジョで、ロードローラーだ。ジョっぽい。回答どうぞ。はい、エンタロー、カッチマン、トゲ坊主。同じ。お、正解。よっしゃー。ワシャッピ、ワショップ、ワシダキヨカズ。一緒。キャギャミモチ、コムラ松本。正解。よっしゃー。せーの、ドン。こっちに、こっちに。危ねー。正解。危ねー、自信なかった。回答がもう自信ない。いや、もうこれ自信ない子やと思って。マジでさ、悪魔の企画や、これ。ブースター、シャワーズ、サンダース。この水と雷と炎。うわぁ、こいつが、あぁ、もうダメだ、これ。ねぇ、全然、この企画、僕ら帰れません。真面目にやってよ。やってるの、僕ら帰れません。僕じゃないんですよ。それでは、回答どうぞ。
ダン。シャーミー、カーネル・サンダース、ヒコマロ。シェイミーって書いてました。オッティ正解。シャーミーです。シャーミー、カーネル・サンダース、ヒコマロ。くっそー。でもこれ別によしじゃないよ、終わらんから。回答どうぞ。はい。点。ポーゲンス、トゲデアンス、トトトトトゲでござる。あ、一緒。正解よ。ウポ、ガッツ・ヘビマツ。正解。オッケー。プリン、ニドプリン。正解。ゴロチキ・パンパース、ブブゼラン。マルポコリン、マルポコリン、一部漂白の姿。同じく。ブセパンドラ、モンダミゲル、ダブドン侍。正解。星くん、星くん、交尾中の姿。星くん、星くん、交尾中の姿。正解。こちら、バリヤードストライク。ああ、なるほど。うん、こうやった。違うよ。妖怪子です。ノエリンの守備範囲広すぎるやろ。ノエリンが誘導すぎるのか、スンが下手くそすぎるのか。両方。回答どうぞ。バーミヤン、キリキリマイフレンド。同じく。え、あじゃる？あ、そういう？え、そこ？オッティ正解。これはちょっと心苦しいけど、でもどうしようってところなんですけど。でもやっぱサイゼリアとサイゼリアって違うからね、やっぱり。サイゼリアーチャー。 やーでしょ。じゃあもうダメだ。ワーでしょ。バーミヤンやからな。バーミヤン、はい、なんと10回目のトライ失敗。ちょめん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 。ほんま、ほんま絶望。ありがとうございます。仕方ないですね。受験生もやっぱそのわずかなミスでやっぱ落ちていったりするわけだから、細かいとこまで覚えるのがいかに大事かっていうところね。間違いないな、それ。間違いない。それだけは同意よ。それだけは同意しとくけど、うん、答えが同素体のところ同意体で書いて罰やもん。そう、間違いない。で、4人1チームで答えるんですが、その回を回答した人は次の回で回答することができないという。なるほど。追加で、これ結構むずいな。だから自信がある人が基本的には答える。この状態で、100問連続正解、はい、が基準です。まあさすがにいけるでしょ、これで。OK です。はい、1問目こちら。ダルン。3体連続。そうですね、時間的に。いきます。これも1人で書いてください。さあ、ノエリンの回答どうぞ。ダルン。全裸パンチ、ゴリオス、ゾロの敵にイガッチ。うん、正解。ナイス、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 素晴らしい。ナイス、すぎる。なわけわかるんだ。レンガン回答どうぞ。モノロック、ドブロック、イワンツ。正解。オーケー。オーケー。いい。ロード、チクロンビネス。正解。オーケー。16、17、18こちら。もう、ちょっと待って、これでもノエルしか無理やで。これノエルしか、いや、これノエルしか無理やな。はい。いや、ノエルしか無理や、これは。はい。何になってきた。じゃあ、ノエさん、回答。どうぞ。ペン。タイ・エンタロー、カッチマン、トゲ坊主。タイ・エンタロー、カッチマン、トゲ坊主。正解。おー、素晴らしい。はい、じゃあ、回答どうぞ。ファーファーフィーフィー。正解。おめでとう。オッケー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 。サトコ、ミチル、ボンボン TV のアキト。サトコ、ミチル、ボンボン TV のアキト。正解。オッケー。24。25、26、26までの問題です。こちら、ドルン。なるほど。いや、でも電源さんかな。ああ、俺はラッキーや。よかった、やらせて。そうか。さあ、これもなかなかみんなを苦しませた問題です。じゃあ、電源回答どうぞ。ブセファンドラ、モンダミゲル、ザブトン侍。正解。ありがとうございます。え、これ多分俺いけたわ。マジで。いけたわ、いけたわ。ブセファンドラがマジでボブ・ディランしか出てこなくて。ブセファンドラ全然ブセファンドラ、ブセファンドラ確かに俺も覚えづらかった。トロチキパンパース、ブブゼラン。正解。あ、よかったよかった。ミリテスラ、テスラモスラ。正解。あ、ポニテ、ツインテ。あ、正解。36から38問目、問題はこちらです。ダレン。うん。さあ、一度は殺された問題。こっち最初に例題自信あります。お、じゃあぜひどうぞ。あ、オッケーオッケーオッケー。え、ちょっと不安になってきた。いや、早すぎやろ、このピーンから、これは。はい。や、あ、や、じゃあ、回答。回答どうぞ。ヘイ。キャタプリー、コンクリのように加藤なるを、バターチキンフライド揚げ派。てんちゃん。正解。おー、なんだ。
はい、じゃあ次39、40の問題です。こちら、てるあエビさんだよね。うわ、右ド忘れした。うわ右ド忘れした。ちょっと待って、一旦行こう。いや、これ俺無理やな。確かにこれド忘れしがち問題ではある。ちょっと待って、何これはあんねんな。これは無理やな。これ分からへん。うわ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 これ一応俺もみんなに動かしてほしいからね、気持ちとしては。40問目解答どうぞ。治安悪いのにドゥアー。治安悪いのにドゥアー。正解。おー、よう出たな、よう一瞬出たと思った。危なかったな、今よう出ましたね、今よう出た。さすがです。正解。素晴らしい。正解。正解。はい、よし。50問目です。お半分や。ついに何来る。50問目こちらです。はい、行きます。はい、じゃあスーの答えどうぞ。エビワラスこっち、ワンタッチでございます。はいはいはい。正解。はい、よし、50問。50来た。50問突破。今後誰か間違えたら俺も切れる。確かに。もう一回これやる。お前は切れんとって。お前は俺も怒る。切れられたらどうしよう。切れられても困るから。はい、51、52。はい、なるほど。いけます。いけるよ、俺も。俺もいけるで。無理っす。どうぞ。おお。はい、一応ね。まあ確かに。じゃあ、ノリン回答どうぞ。ピラミディアン、ハリモグパーリー。正解。オッケー。いけばよかった。結局そうなる。いけばよかった。正解。ああ、よかった。怖っ。正解。素晴らしい。素晴らしい。ここで少し難易度上げましょう。はい、上げましょう。上がるとはない。問題60、61問目。はい。こちら。ああ。これノイリンやな。俺答えられへん。これはね。これを覚えると何個か消えるの。これを覚えると、これ容量多いから。これを覚えるとなんかほんま、なんか大切な友達の名前とか忘れそうやもん今。そこまでメモリ圧迫してるの。こいつらどんだけ容量食ってんのよお前。じゃあ7人回答どうぞ。はい、ニュルニョルニョニョルニュル。正解。ニョルニョルニョニョルニョル。決め。マジで。68、69こちらです。ああ、2つね。いや、もうこれすぐ行っとこう。うわ、左自信。150連続は渋いと思うけど。左がぼやっとしてる今。じゃあ行こうか。行った方がいいんかな。なんで俺これさ、もういいよ。これでもう結構半出てきたらどうする。やばいね、やばいです。で、俺もさ、このさ、俺もう3、4回は書いたはずなのに。どっちする。いや、ダメだ、もう前半のね。弱気やな今回。すぐことごとく弱気やな。いやじゃあ行きますわ。じゃあ、オッティどうぞ。先生に言う太郎、ベータミューデプラチナム。正解。太郎が自信なかったマジで。正解。オーケー、よし、リベンジ果たした。正解。オーケー、オーケー、よいった。こっちには幅止めろやけど、いざはどんどん男。正解。よし、これ何で書いてたんでしたっけ。あ、マジか。あと8。生きた心地せんの。あと8、生きた心地せんの。これ8問。はい、こっからちょっとルール変更。はい、こっからね、もう1匹ずつ出していきます。残り8問、じゃあ今ちょうど4人いるから、はい、じゃあ1人回答権2回。うわ、怖え、それ大事すぎる。いや、大事だ。でも逆に言うと、2回絶対つかんとダメってことだから。そういうことだよ。1人が2個分かるやつがなかったらもう終わりだよね。終わりだ。じゃあ93問目。はい。こちらです。あ、分かるよ。なんで分かんねえ。いや、どうやってたよ。え、出たけど。これは名前の解説もしたから。あー、はいはいはい。ドン。コチンキ。コチンキ。あぶねえ。正解。あぶねえ、自信なかった。ちなみにこれ由来としては、カチコチやから、コチコチ。そっから思い出した。それはそう。だから聞いたわ。もう一個、ポリンキ。あ、正解。ああ。コチコチとポリンキの合体で。あ、やんな。やんな。結構なんか、いい感じにバトルやってるよ、この本家と。単純にあれじゃん、あの、浜田の話聞いてないんじゃん。いやでも今日でもめっちゃ集中してますよ。話聞いたいのかな。お前になってくるんですよ。はい、じゃあノイン回答どうぞ。コチンキ。正解。よーし、よーし。カチコチくんの話はして、その後ポリンキーじゃん。あー、ポリンキーか。でもお菓子かって言ってたじゃん。おばか。正解。
いいね。ポポポル。ポポポル正解。よし。小紫くんじゃないですか。正解。じゃ97問目。うわもう終わりやん。いきまーす。問題はこちら。ああ。ちょっと。また後半だ。あもうこれはいける。え、これでもあれでしょ。これ電気屋さんこれ。給食食べるの一番遅いやつみたいな。給食食べれずに家の。いやでも。はい。はい。じゃあ回答どうぞ。ポパーじゃないですか。正解。はい。闇のコボルネスカーニングドワーフ。正解。よし。ちょっと頼むわ。マジで頼まれます。頼みます。はい。99問目。はい。問題はこちら。うん。いける。なるほど。いや、いける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 。はい、じゃあ回答どうぞ。二度プリン。二度プリン正解。よし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 。あと一個か。100問目、まあ、答えれんかったらこの部屋が血まみれになります。血まみれ。え、それ誰の血ですか。まあみんなの血。あ、みんな真珠、真珠、無理真珠ボール。無理真珠か。最終問題、はい、こちら。うわー、うわー、絶望だけど。なるほどね。何やったっけ。好きっていうところだけでちょっと言ってほしいっていう。いや、わかんねんけど、わからへん。そう、そこ置いて。そこ置いて。ちょっと待って。いや、ちなみに一回の静止値って書いてました。その中になんか言いやつあった。これ見てもらっていいですか、ちょっと。みたいな、確かに。これちょっと、この、今この4択から絞ろうとしてます。いや、おもろいなお前。今4択まで行ってるんですね。なぜ4択やな、今のところ。ここの4つ以外は、名前になり得ない。ちなみに、ねだけ省かれた。ねはちょっとちゃうかなと思って、うん、これここ、死ね言うてるから死ね言うてるから、あんま言わないんちゃうかな。今から生まれてくるものやんか、精神。なんすかその感性。なんすかその感性。死ねっていうのはあんま用ないんじゃない。的な。行こうか。行きますか。分からんけど、とりあえずタカナ1個選んだんで。それじゃあ念願回答どうぞ。こちらです。どっちゃった。どっちゃった。その回答。精神で正解。大勝利。あ、やった。よう寝で行きました。行きましたね。なんで寝ってなったお前。いやまあ逆に。逆にの視点大事やった。逆に行ったなお前。絶対無理だと思ってましたけど。絶対静止なんで来ると思ったわ。いやマジで。四択ってやれた瞬間。いやクソもろかったけどなあれ。あの四択のこれ見せた時クソもろかった。というわけで。みんなもぜひ、受験勉強の休憩方でやってみてください。俺動画マジでこれマジポエでフル出してほしい。これ何になるやろね。ほんまにえぐい。